エル・エキップ氏のロゴ・レキップは、フランス全土で発刊される日刊スポーツ新聞で、エディシオン・フィリップ・アモリに所属する。本社は、ブローニュイコールビアン・クールス・ギャン・ジマりー4番地にある。レキップ氏は、サッカー、ラグビー、モータースポーツ、自転車競技の報道で知られている。その前身は、ロトという、よく知られたスポーツ誌である。ロト神は1903年、 購買部数の上昇を狙って自転車競技のツールドフランスを設立した。マイオジョーヌと呼ばれる黄色いリーダージャージは1919 19年のレースから着用されるようになった。これはロトガミ発行に使われていた新聞紙の特徴ある黄色を反映してのことだと言われる。後に UEFA チャンピオンズリーグとなる大会もまた、 レキップ氏の記者ガブリエル・アノの発案であった。自社の初期の製品にノルデディオン。レキップ氏の全身ロトガミの相関は、アルフレド・ドレフュス、つまり、ドレフュス事件に深い関わりがある。戦後の困窮と反ユダヤ主義との中、フランスの旧敵ドイツへの通帳者としてドレフュスが、訴えられ、彼が有罪か無罪か、社会を二分する論争となった。ドレフュスは、 不公正な裁判の後監獄島へ追放され、最終的には無罪を獲得したが、社会の分裂の様相は内紛に近いほどになり、現代フランス社会にもその大きな爪痕を残すこととなった。フランス最大のスポーツ紙、ルベロは、スポーツ報道に政治的コメントを交わらせた。編集長のピエール・ジファールは、ドレフィウスの無実を信じて、 同様の発言も行い、主たる広告主から強烈な反発を受けた。自動車政策に携わるデディオン伯爵や、実業家のアドルフ・クレモン、エデュアール・ミシュラン等である。ジファールの政権に失望した彼らは、ルベロの競合誌を創刊しようとした。編集者は著名な自転車競技選手、アンリ・デグランジュであった。デグランジュは自転車競技の戦略とトレーニングの本を、 出版し、クレモンの下で広告ライターとして働いていた人物であった。デグランジュは意志は強かったが疑り深い性格で、彼の名のもとに開催されるツール・ド・フランスの成功を確信できず、1903年の第一回レースに出場しなかったほどであった。1900年のロトベロ思想館から3年後、パリ法廷はその新聞名が、 ライバル紙ジファールのルベロ氏に似すぎているという判決を下した。その結果、新しい新聞はベロを取って単にロト紙というようになった。ジファールが緑色の新聞紙を使用していたため、ロト紙は黄色い新聞紙に印刷した。発行部数は不審だったが、それに対しては対応会議が一度開かれただけで、デグランジュはこれを ジファールのくちばしを釘付けにするためと称した。社屋はパリのフォーブル・モンマルトル通りにあったが、その1階のオフィスで、ジェオル・フェイブルという23歳の自転車記者兼ラグビー記者がフランス中を回るレースを提案した。その規模は他市のレースをはるかに上回り、トラックレースの6日間レースに被験し得るほどだった。ツール・ド・フランスは新聞の成功につながった。 発行部数はそれまでの2万5千部から1903年のレース後には6万5千部に伸びた。1908年には25万部以上になり、1923年のレース期間には日に50万部が売れた。デグランジュによれば、最高販売部数は1933年のレース期間中に記録された85万4千部であるという。 デグランジュは1940年に死去し、会社の所有はドイツの合弁企業に移った。新聞はナツス占領軍に迎合する記事を掲載し始め、戦争が終結すると発刊は停止された。ドイツの支持下で発行されていた新聞はいずれも継続が許可されなかった。ツールとフランス第1回優勝者のモリス・ガラン1940年。 デグランジュに代わって、ジャック・ゴーデが出筆となり、ツール・ド・フランスの名目上の主催者となった。彼は、対戦中にもレースを実施せよというドイツの要請を、断っている。ツアーで、フランス・デューリング・ザ・セカンド・ワールドを参照。ジャック・ゴーデは、ロトガミの初代財務部長、ビクトル・ゴーデの息子にあたる。ゴーデは、フランス政府が起こした訴訟でロトガミを擁護したが、 ドイツやその傀儡政権の主席フィリップ・ペタンに近かったのであれば市民感情が無罪を許すはずはなかった。しかしゴーではレジスタンス新聞やパンフレットの印刷のためにロト紙の印刷室を秘密裏に使用していたことを指摘し後継紙のレキップを発刊することを許可された。ロト紙があった場所の道路を挟んで向かいの建物が占拠された。実質の所有は ロトのものであった。元の新聞の資産は国家の一時差し押さえを受けた。国家に命令された出版条件の一つは、レキップ紙の発行にロト紙を連想させる黄色い新聞紙ではなく白い新聞紙を使用することであった。新しい新聞は1946年2月28日を皮切りに週3回のペースで発行された。 1948年からは日刊誌になった。レキップ誌は、レラン、ルスポルカクライバル誌の配管に助けられた形となった。レキップ誌によるカーレースの報道記事では、エルオート。という単語をページのトップに印刷する際、戦前のロト紙のシタイトルに使われていたゴシック体で書くことで、その前身を暗示している。1968年。 レキップ神は、エミリアン・アモリ、アモリ新聞王の手に渡った。レキップ氏の記者には、ピエール・シャニー、アントワーヌ・ブロンダン、ガブリエル・ワノがいる。1977年に、エミリアン・アモリが死去すると、その息子と娘の間で6年にわたって遺産をめぐる、法廷闘争が繰り広げられた。この訴訟は、最終的に、フィリップ・アモリが日刊紙を、娘が、マリ・フランスやポアンド・ビュー、 ポイントデビューといった雑誌を所有することで円満に決着した。フィリップは、エディションフィリップアモリを設立。グループには、レキップ氏、ルパリジャン氏、オージュルディガミが属していた。2006年に、フィリップが死去。グループは、未亡人マリエオディールと子供たちの手に渡った。最多売記録を達成したのは1998年7月13日、サッカーフランス代表が、 フィファワールドカップで優勝した翌日である。164万5907部数を販売した。2番目の記録は2000年7月3日、サッカーフランス代表がヨーロッパ選手権で優勝した翌日である。125万5633部を販売した。ありがとうございます。